こんばんは。はじめまして、関谷たつくと申します。すいません、ちょっとすいません、電話入っちゃったんで、すいません、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お待ちします。はい、あ、もしもーし。あ、こんばんは。いや、なんかね、引退宣言の時 SNS でやってたよね。そうなんですか？そりゃ忙しくなるよね。え、いつ今日ですか？いや、さっきの今日の SNS 見てて。インスタっすか？インスタやな、見てた。おい、今日引退宣言したって。ほんとだ、2時間って。いや、そら連絡来そうやね。だろ。2時間、シャルケのトップチームだった。わかりました。またじゃあ、シャルケ。それ結構やばいっすね。うん、はいはい。いや、めちゃくちゃやばくない？すみません、ごめんなさい。あ、ちなみに赤星の紹介ですね。はい、赤星さんのご紹介ということで。はい、おそうですね。先ほど引退宣言をこうインスタグラムでされてたと、はい、いうことで、この電話で。そうなんです。お忙しい時にすいません。いや、とんでもないです、大丈夫です。19歳でドイツってことは、高卒でドイツに行かれたんですか？大学1年国士舘の方に行って、はい、で、それからドイツに行きました、ね、はいはいはい。それはどういう経緯で行かれたんですか？大学に入学した時に、まあ、やっぱりその1年生と4年生の、まあ、温度差がすごいあって、うん、まあ、なかなかこう、そうですね、サッカーに集中できない、まあ、ことが続いて、で、まあ、このまま自分が4年間、その大学のサッカー部でプレーした時に、やっぱりそのプロっていう道が見えなかったんで、まあ、その時にやっぱりこう何か、まあ、行動を起こさなきゃいけないって思ったのと同時に、まあ、一度、その、プロサッカー選手っていう夢を諦めようと思ったんですけど、まあ、そしたら、こう、母親が、まあ、辞めるんだったら最後にこう挑戦して辞めてほしいってことで、まあ、ドイツのチームが日本でセレクションやるっていうような、まあ、インターネットで探してきて、で、そこからこう、書類審査も通ったんですけど、規定の人数に集まらなかったんで、まあ、現地に来ればテストを受けられるっていう状況で、まあ、初めにドイツに行って、で、そこで、まあ別にシャルケっていうチームじゃなかったんですけど、まあそこのチームが評価してくれて、まあそこで見てたそのスカウトの人が、まあ、うちにも練習参加来てくれってことで、まあ、シャルケに行くことになったっていう感じですね。すごいね。じゃあ、やっぱとりあえず。すごい。とりあえず行って、ここから道が開けたんですよね、はい。そうですね。え、シャルケの、すみません、トップチームですよね。トップチーム、そうですね。まあ、両方一応でも、登録はしてたんですけど、まあ、ほとんど試合はその、セカンドチームの方で、練習試合とか、うん、まあ、練習とかには、たまに呼ばれるような状況って感じでした。めちゃくちゃすごいですね。いやいや。カメラアングルは OK ですか？ですね、ちょっと、下から入ってる感じなので、カメラに対して真正面にお顔がなるようにしてもらえたら嬉しいです。今ちょっと見上げてる感じになってしまって、はい、すいません。高さを。ありがとうございます。お忙しいのところを。あ、全然大丈夫です。こうしたらいいんですかね。あ、いい感じです。今いい感じです。これ大丈夫ですか？はい。本当ですか？はい、で、喋ってる時、はい、たまにカメラをチラッと見てください。5秒に1回ぐらいチラッと見ていただけたら似顔絵が似てくると思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、完璧です。完璧です。ああ、出た。
マコさんの完璧です。すごいミーハーな質問しちゃうんですけど、はい、内田篤人選手とどっちが先ですか？僕のが先でしたね。おお。そうですね、当時8年か9年だったと思うんですけど、はい、あのラキティッチとか、まあそのまあ、ノイラもいましたし、まあ、クラニーとか結構こう有名な選手がたくさん、まあ、ラフィーニャとか。その選手たちとトレーニングしてたんですよね。そうですね。いや日本人なかなかいないですよ。すごいですね、本当に、すごいな。いい経験でしたね。すごいな。すごい。で、まあ、その後、こう日本に一回戻ってきて、はい。で、愛媛 FC で1年間ですか。そうですね。で、そこから、インドネシア。はい、に行かれて9年間、はい、いうことなんですけど、まずそのインドネシアをこう選択した理由はあるんですか？こうヨーロッパに戻りたいなみたいなとかではなく、こうインドネシアをあえて選択した理由っていうのは何かあるんですか？時あの J リーグの例えばベルディとか練習参加とかしたんですけど、やっぱなかなか条件が厳しくて、まあ僕が試合に出てなかったってこともあり、うん、条件が厳しい中で、まあエージェントの方が、あの、インドネシアのチームが日本人を欲しがってるから、3日後にインドネシア来てくれって言われたんですよね。うん、まあこれが何かの縁かなと思って、まあ、もうすぐ行きますって言ったのがきっかけです。それで9年は3日で決めたんですか？そうです。すごい。やっぱりそういう、そういうのにすぐこう迷いなく飛び込んでいけるっていうのは大事ですよね。そうですね。で、そっから9年間は結構いろんなチームを渡り歩いたんですか？それとも同じクラブ？結構いろんなクラブを渡り歩きましたね。まあでも、あの出戻りとかもいくつかあったんで、合計で5チーム、うんうん、5チーム、6チームぐらいですかね。うん、それは全部一部リーグですか？はい、一部リーグです。すごいな。なんかインドネシアにこだわる理由みたいなのはあったんですか？例えば他の国とかに行こうかなみたいなのは全くなかったですか？行こうかなって思った時もあったんですけど、まあやっぱりその毎年プレーしていく中で、あの、インドネシア国内でいくつかのチームが、まあ毎年そのオファーをくれてたんで、うん、なかなかその動くタイミングっていうのがなくて、うんうん、で、あとはもう2年3年経つうちに、まあやっぱり、ここの国で頑張っていきたいなっていう、思いになったので、動く気持ちにはならなかったってところですね。インドネシア愛ですね。とにかく観客がたくさん入るんですよ。ああ、なんかそうみたいですね。それ、具体的にどんぐらい入りますか？まあ、本当チームによるんですけど、僕が一番初めに入ったあのペルシブ・バンドゥンっていうチームは、まあ、本当常に3万、4万入るのが普通なので。やばやばそうなんですよ。本当 J リーグのチームより入る中で、まあ、プレーできたんで。うん、すごくそのサッカー文化が盛んなんですか、インドネシアっていう国はやっぱり。めちゃめちゃ盛んですね。うん。その3万に4万入るキャパのスタジアムもじゃあ全然あるってことですね、もう。そうですね、たくさんありますね。でも、まあ、きれいじゃないんですけど、もちろんタイとかに比べれば全然あの環境は良くないと思うんですけど、ただまあそのサッカーに対しての熱さはあの東南アジアでも結構上の方にあるんじゃないかなっていうのを感じてます。環境面で、はい、今ちょっと良くないっていうのをあのおっしゃられたんですけど、具体的に例えば
どういった部分が特にこうちょっと悪いなって感じますか？そうですね、自分たち の, あの練習場を持ってるクラブがほとんどないんで、うん、そうですね、やっぱりその練習場を転々とする、うん、あとまあそのクラブによっても、まあ、ピッチのコンディションが、まあ、東南アジアあるあるだと思うんですけど、本当に チームによってピッチコンディションが良くない、うんうん、あとはもうテーピング負ける人もいないんで、自分でそういう怪我のケアとかもしなきゃいけない、うんうん、はい、まあ、そういうの聞くと、まあ、やっぱりタイとかの方が進んでるのかなって、うーん、うーんなんですね。まあチームによってまあ差があるっていうのはあるんですけど、はい、まあまあまあ、チームによっての差の話をしてしまってね、どこの国も。はい、1年目とかは、生活面はどうでしたか？いや、もうめちゃめちゃ腹壊して、体重減って、大変でしたね。だからもうその1年目なんか、あの遠征に行っても、インドネシア料理がもう僕の中で食べれないって思ってたんで、こう、まあ、しょうがないけど、もうこうマックとか、ファーストフードの店を探してやってたんで、まあ、すごい本当に大変でしたね。でも2年目から、うん、あの結構田舎のクラブに行ったんで、もうなんかそういうわけにもいかないんですよね。そういうとこ探そうとしてもこうなかなかないんで、うん、しょうがないから、まあ、その現地の普通にこう屋台みたいなところから食べたりしましたし、でもやっぱり人間って強くなるんで、全然お腹壊さなくなるんですよ。すごい。大抵のことに慣れますけどね。今日引退発表されたということなんですけど、まあその半年間は一応こうトレーニング毎日しながら、あのまあ地元の J3 のクラブがあったんで、うん、まあ、そこにあの練習参加してダメならやめようと思ってたんですけど、それもやっぱここコロナの影響で、その練習生を受け入れるってことがあのどんどん伸びていって、まあ J リーグがあの許可してないらしいんですけど、なんでまあ7月末っていうことを初め言われてたんで、そこまで待ってたんですけど、まあ最近また連絡来て、いつまで伸びるかわからないっていう状況だったんで、まあもう待つこともできないなって思って、自分の中でも、まあ、半年トレーニングしてる中で心の整理ができたんでっていう流れです、うん、いや本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。そんな感じで高尾さん質問タイムです、どうぞ。おお、お前もう今までよかった、振りが急に俺の時雑やねキラーパス。おちょっと雑なパス出してくるか。雑なパスだった。なんか普通にもシンプルに小さい頃どういったトレーニングをやっていたとか、なんか今の子供たちはどういったトレーニングをした方がいいとかいうなんかアドバイスとかあります？まあ、僕ちょうど僕が31なんですけど今、まあ、それぐらいの世代ですと、やっぱりそのテレビであのセリエやダイジェストとかこうあの見れるような状況だったんで、うん、僕はそのビデオを録画して、まあ、とにかく良かった選手のプレーをやっぱ次の日にフェイントだったり自分で真似しながらやってたんで、まあ、今は情報が溢れすぎてるのか、まあ、なかなかこう、まあ、やってる子もいるんですでしょうけど、こう見て自分で行動してやるっていうのが、まあ、なかなかこう近所とか歩いててもないのかなと思うんで、まあ、そういうところが大事かなと思いますね。まあ、シャルケ行ったじゃないですか。その前にやっぱ高校とか中学のその経歴というか、ちょっと代表世代別入ったりとかそういう経歴とかあるんですか？全くないですね。もう県選抜の候補ぐらいで、まあ、僕の代国体もなかったんで、まあ、その県選抜ってものがなかったんですけど、まあ、多分あっても入ってないぐらいのレベルですね。
じゃあ、その経歴もなしで行って認められてってことですね。そうですね。多いな。多いな。似顔絵が。できてます。できました。こんな感じで。見えてますか？仕上がりました。ありがとうございます。その3日で決めて9年いたじゃないですか。はい。その3日間で、こう、行くを選んだわけですけど、迷わなかったのかなみたいな。行くまでは迷わなかったんですけど、行って空港に着いた瞬間に、はい、あ、もうすぐ帰ってやろうと思いましたね。いや、なんかもう、僕、一応そのドイツにいて日本にプレイして、先進国じゃないですか、2つとも。はい。でそれでもう、インドネシアの空港に着いた瞬間に、もうこう、ちょっとまずいところに来ちゃったなって思ったんで、本当に帰ろうと思いました。でも帰らなかったのは、やっぱ、そうやって縁がつながっていたからみたいな、その、求められたからというか。まあ本当に観客が入るのは嬉しかったですし、あとインドネシア人自体が結構親日家で、みんなめちゃくちゃ仲良くしてくれるし、サポートしてくれるんですよ。日本人に対してのリスペクトとかすごいあるんで。はい、すごい盛り上がるって言われてたじゃないですか。はい。それってなんでだと思います？インドネシアでサッカーがそんな熱狂される理由みたいな。一応、まあ、国技はバドミントンなんですけど、はい。まあ、それと同等に人気がある。だまあ、人気のある理由はちょっとよくわかんないんですけど、とにかく人気なんですよ。だからサッカー選手としての社会的地位がインドネシアって高いんで、だから、まあ、いろんな人と出会えるんですよね。やっぱりこう、その経済をまあ握ってる人じゃないですけど、まあ、そういう出会いが、なかなか日本にいても、まあ、J1 にいればまた別だと思うんですけど、まあ、J2 とか J3 とかでプレイするとそういう機会もない中、まあ、やっぱりインドネシアそういうところが魅力ですね。サッカー少年少女、もしくは海外に挑戦する前の自分に一言いただければこの似顔絵の中に入ります。好きな言葉でも、はい、四文字熟語とか座右の銘でも大丈夫です、はい。まあ、やっぱとにかく今も昔も挑戦し続けてきたんですけど、まあ、人生にとって本当に挑戦しないことが愚かだと思うんで、はい、挑戦しないものは愚かって書きましょうか、はい、厳しい言葉にはなりますが逆に響くと思います。少年、少女たちに、ね、今の自分に対して、やっぱりやってきたこと、自分自身にプレッシャーかけたいなと思ったんで、おこれからも挑戦していきたいんで。ちなみに引退されて何に挑戦されるんですか？一応起業しようと思ってるので。うわー、社長入りました。今の自分に対しての言葉なんですけど、気づくと思います。ありがとうございました。いや、決まったね。かっこいいですね。中村優斗さんってインドネシア代表と試合してましたよね。香港代表、はい、はい、しました。そうですよね。そうです、はい、僕それ見てました。そうそう、本当ですか、はい、いや、もう唯一です。まだあの試合だけです。そうなんですね。で、その唯一の試合を僕見たんです。いや、でも、ね、インドネシア、お客さん多くて楽しいなと思いながらやってました。なんか繋がっていきますね。すごい繋がりが。面白い。松永さん、名前は知ってたんですけど、初めて今日お話聞いて楽しかったです。あ、本当ですね。はい。いや、こちらこそもありがとうございます。すごいな。球もサッカーボールも丸いんで、みんな繋がりますよね。かー最後締めた。